はいどうも、長澤レモンです。本日紹介すべきはこちら、ババーン、マルドゥ吸血鬼ですね、になります。はい、まあ結構前からね、マルドゥ吸血鬼も紹介したいなとは思ってたんですけど、まあいろいろとね、デッキリスト見てるんですよ。ボールやとかにね、載ってるデッキリスト いくつか見てるんですけど、人が変わってもデッキリスト内容ほぼ変わらんなっていうのが続いちゃったんで、まあもうこのままね、紹介しようかなということと、まあちょっとね、いくつか、構築的に、まあ今の環境向きじゃなさそうだなって思ったポイントを、まあちょっと変えたパターン、まあ除去ですね。はい。まあ4マナの召集持ちの除去が入ってたんですけど、別にそれよりこっちの方が良くねって言ってグラスプが入ってます。まあプレインズウォーカー取れるんですけどね、向こうは。まあそれはそれ置いといて、今回機械兵団の進軍決戦の後にで、こいつですね、マルコフ男爵っていうのが追加されました。まあ、このカード3マナ22の召集で、まあ、ハンコンと、自分のクリーチャーすべてにプラス1修正与えるっていう、まあ、ロード能力と、マッドネス3ってことで、手札が切った時に出せるんですよね。はい。で、この手札から切った時に出せる能力ってどういうことかっていうと、例えば、吸血鬼のデッキってこの税血の収穫者だったりとか、まあ、ボルダーレンの美食家ですね、とかで地トークン作るじゃないですか。でその地トークンを使って、まあ手札捨てて、で、こいつを出すことができるよってことで、まあ純粋にカードが1枚増えるカードなんですよ。はい、地トークンで切った時に、まあ手札1枚分増えるカード、盤面がしっかりと展開できますからねってことで、はい、かつこのカードのマットネスって実は自分のターン限定っていうのではなくて、相手ターンのエンド時とかにもね、使うことができるっていうことを含めて、まあ結構相性の良さがあるんですよ。はい。で今の吸血鬼のデッキについてのお話なんですけど、強い吸血鬼自体は結構揃ってるんです。この税血の収穫者、マルゴフの男爵、吸血鬼の社交家含めて、まあロードが2種類、まああとエドガーですかね、エドガー含めてロードが3種類で、まあ強い方のクリーチャー、まあ税血の収穫者ないしはボルダーレンの興奮探しみたいな、事実上除去として使うことができるクリーチャーっていうのが2種類で、まあリソース補充ができるフロリアン、エンリカ、ダムナティが、それぞれ入ってて、まあ、あと血統者ですかね。まあこれは血統者は社交家以外の相性が悪いんですけど、社交家と古墳探しか以外との相性が悪いんですけど、まあそういうのが入っててっていうので、まあ一応リソース補充の手段自体はちょっと少なめではあるっていうのが、っていうか使いづらい、手札入れ替えぐらいしかしないんですけど、まあそれでも、ロードがたくさんあって盤面もしっかり並べて、しかも、ハンコンを持ってるカード、マルコフ男爵だったりとか、ヘンリカの後ろ裏面とかですかね、あとエドガーから出てくるトークンとか、ハンコンを持ってるカードが結構多くて、アグロとかにも結構有利がつくっていうのがこのデッキの強みなのかなと思います。はい。まあ結構強いってことで、まあ強いというか、興奮探しがめちゃくちゃ使いやすいってことで、まあどんな感じで動くのかっていうのは試合の方を見てってほしいかなと思います。はい、というわけで本日このデッキ使ってランクマッチやってきました。勝率は6割ぐらいですかね。やっぱり不利対面という不利対面は存在するのと、まあどういうデッキが不利かっていうのは初感の方で解説していこうと思います。対戦の方へどうぞ。はい、対戦よろしくお願いします。後手どうするかな。これはまあキープか、そくそう。まあ社交家からスタートがほぼ確定で、社交家置いて美食家、社交家かな。そうですね、まあとりあえず機械化戦がすごい重いので厳しいラインではありますけど、まあとりあえず社交化置いていきましょう。機械化戦が置かれる気はしますが、もうんなもんどうこう言ってる余裕はないので、3点受けます。あ、まあ覗く引けてるのは悪くはないですね。まあ一旦移植化、社交化、殴る意味は、いや一応殴っといた方が良かったのか。まあ今ないですね。1マナ2点ゴールとかを連打されちゃうと負けちゃうので、うん、ペルロン、フェニックスのひな、これはもうフェルドンブロックします。さすがにこれ以上受けれないんで、うん、まあチャンドラが次のターンあたりに使われますね。社交かボルダーレン、5点3点53勝ってはないか。5、
5、3、8、10、13点までしかいかないか。そうですね、ならこれでいきましょう。まあこれは興奮探しに乗っけるのが一番強そうな見た目があるので興奮探しに乗っけます。うん、他がいなくなってもこいつ単品でゲームに勝てるようにはしたいですね。だからプラスでライストとかが飛んでこなければなんとかなるんじゃないかとは思ってますけど、スクイーなら勝ってますね。そうですね、うん、まあ、適当にしばいてあげて適当にフルパンして古墳探し分投げて勝ちですね。ほい、うん、古墳探し止まっても9点入るんで、落としたからはい投げましょう。うん、グッドゲーム、大変ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。これをキープしていいんですか。いや、まあ一応キープしますか。美食家から入って、まあ美食家、美食家マルコフはいけそうな感じはあります。まあ一応土地がもう一枚引きたい、引きたいっちゃ引けたいですね。ああまあまあまあ OK でしょう。とりあえず車高か殴って、はい、置いて、ただエスパーコンっぽそうなんですよね。はい、エスパーコンっぽいところに対してあんまりなところはありますけど、これは車高かで殴るんですか。うん、美食家置いて、これこのターンにこっちを置きたいので、相手ターンにどうこうじゃなくてこのタイミングで、いや、やる必要ないわ。やる必要ないですね。このタイミングでやろうかなと思ったんですけど、やる必要はなさそうです。これギアニか、まあ少なくともアトラクサは飛んできますね。セレスタス、フロリアンまでの余裕は多分ない気がします。捨てましょう。とりあえず土地がもう1枚引けないと話にならんので、とりあえず引けましたね。引けたらまあ2体殴って、夜に変えるのはちょっと怪しいとこですけど、このタイミングって推定ではあるんですけど、ラスボが飛んでくるタイミングなんですよね。中略、避難の道、まあ、これはマルコフ切って、まあ、マットネス召集で唱えましょうか。まあ、弾かれたら弾かれたで次の動きがなんとかなりそうなんで、ギリオッケーかなと思います。はい、中略か活気かはありそうですけどね。うん、中略、まあしゃあないですね。これはちょっと遅いんですが、まあしゃあないかなと思います。で、ここまで時間稼がれちゃった、土地が詰まっちゃった動きなので、まあ半分負けてそうな見た目はありますけどね。いらないカードもまだまだいっぱいありますし、いやこれ一応マルコフから入りますか。エンリカでドローしたい気持ちはありますけど、ボラック、これスルタイコン、とりあえずドラキラ城を置いてエンリカ置きましょう。弾かれる気は しますね。うん、ただ結局どうしようもないんでやるしかないとも思います。中略がもう1枚あるか、かき消しがもう1枚あるかな動きな気がしますけどね。うん、3枚目、まあ攻撃はしませんと。3枚目ですか、まあ、ここの3点は受けます。ラスボ打ちたいんですかねこれは。でもマルコフに対してラスボは多分打たないんで、セオル、ここはのどくりで落としましょう。ほい、落ちましたね、まあ、とりあえずドローします。
こういう時ね、多分川崎土地しか引かなくなってくるんで、あるあるなんですけど、私の川崎土地ばっかな気がします。でこれなんかスルタイミッドレンジというか、そんな感じですね。白いところはあんま入ってないんじゃないかな。避難の道ぐらいですかね。うん、ヨーラ、まあ、とりあえず全部死んで最後になりましたね。とりあえず多幸化は置いていきましょう。夜に変えちゃいけないのでこっち側で大丈夫だと思います。記憶の氾濫もうしゃあないですね。いやー、初動土地詰まっちゃったのがめちゃくちゃ重いですけど、とりあえず遮光化でどうこうができればいいんですが、エドガーとりあえず殴ります。水耕除去がないのであればなんとかなりそうな気がしますね、これなら。うん、追放除去がないのであればギリなんとかなる気はします。あとはアイテムライフを偶数あたりにはしておきたいかなって気がします。まあ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 、これならエドガーがね使えるんでギリ OK かなと思います。トークン出ますからね。ただね、敵が事故りましたね。まあまあまあ、グラスプそんなに悪くないかな。そうですね、あのシェオルとかが飛んできた時にめちゃくちゃめんどくさいことになるんで、まあこっちでいいかなと思います。ドラキュラ城から一応チトークンも出せるんで、うん、まあ、記憶の氾濫使われてどうこうみたいな動きがありますし、この白いのめちゃくちゃ怖いんですけど、いやさすがにエリんアトラクサだと思うんですよね。まあ飛んできたらほぼ負けだと思っていいんで、あーみーよー、はい。まあシェオルが出てくる分にはまあ大丈夫ではあるとは思うんですけど、あんまりよろしい形ではないですね。とりあえずチトークン作りましょう。血さくりますか。クリーチャーがさすがに欲しいタイミングだと思います。興奮探し、いや、いっか、次のターンにタミオに投げる形で問題ないかな。うん、このターンは、チトークンもう一回作るで一応なんとかなると思います。シェオルが出てきたとしても一応ねギリギリゲームができるはずなので、はい、夜に変わりました。昼か、昼に変わりました。グラスプをどこで当てるかですけど、まあ、シェオル出てきてくれる 1,2,3,4,5、今6マナなんで記憶の氾濫は打てないですね。はい、記憶の氾濫は打てないので、まあ、とりあえずドラキュラ城でストークン生成しますか。髪を小突きたいかな。髪を小突きたいとは思いますね。ただこれ興奮探し置いたら勝ってる、もしかして。先殴りか、うん、先殴りですね。放浪があったらもう知らないです。まあ、放浪があったらグラスプレードが落とす形で問題ないか。うん、喉首はまあいいでしょう。タミオの扇をどうするかですけど、まあこれは興奮探し置いてぶん投げとく方が強そうな。あ、これ先にドラキュラ城を自動でよかったです。タミオの扇切られるよりはこっちの方がいいかなっていう気がしますね。うん、今チトークン1個作れたんで、まあシェオルが出てくる分には特に問題ないんですよ。グラスプで落ちるんで、であとはこっちの11のトークンたちでゲームしていくのが一番楽なんですが、1,2,3,4,5,6、まあ記憶の氾濫をどっちから打たれちゃうとさすがに負けかな。興奮探しも本当は相手の顔に投げたいとこではあるんですけどね。シェオルならいい、それなら全然問題ないです。アップ、とりあえずシェル落としましょう。
カウンターされたらされたで特に問題はないので、相手フルタップになりますからね。ここで落としますほい。とりあえずトークンは出て、まあタミオも落としたいか。タミオの修正度を3以下にしたいんです。ウィンジーは今出しても美味しくないので、先殴りかな。うん、エンジーは少なくとも起動ができるタイミング以外で出しちゃうと相手にいろいろ持ってこられてめんどくさいことになると思います。プラス2枚切っちゃったのと、のど首も1枚切っちゃってるんで、タミオからシオルが出てきちゃうとめちゃくちゃめんどくさいことにはなりそうな見た目はありますね。うん、まあ、ドラキュラ城でチトークン作ってエンジーでどうこうになりそうな感覚がありますね。うん、ビオライの進行だったりとかその辺とかも飛んできそうな見た目もあるので、難しいラインにはなってきたかなとは思います。タミオをシェオル起こし、ん、あ、そっちなんだ。あ、まあそれならいいです。シェオル持ってこられる方が嫌だったんで、ってことは手札にもう1枚シェオルあります。ニゲートの可能性も全然ありそうですね。うん、1、2、3、4、5、6、7、8。まあ何もないならタミオを落としたいとこではありますが、おい、これはチトークン一応生成しておきましょう。ターンもらって、まあ、一応またトークン出してインジー出して、これでエンドでいいかなと思います。うん、まあ、タミオでエンジータップされちゃいますけど、けどですね、エンジーが毎ターン2点持ってってくれるんで、まあ、タップされてタミオを落として、シェオルも、まあ、ラスゴがもう1枚あるかどうかか。そうですね、特別あたりはなんか見た目的に入ってなさそうですけど、うん、この白キランの道のためだけなんですかね。ほぼスルタイな見た目なんですが、はい、タップ、これは除去引きましたね。除去引きましたね。まあ、これエンジン使いましょう。ほい、探って2点。1、2、3、4、5、6、プラス6点までは持っていけるんですが、まあさすがにのどくりが残る。まあまあまあしゃーないですね。興奮探し、さっきと同じか。エドガーが顔殴れたら勝ちです。興奮探し、エドガーに乗っけて、興奮探し、ここのタミオとエドガーを相手の顔に投げて勝ちですね。うん、ゲーム、ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ見ていただいたら分かる通りね、基本的には、まあリソース補充っていうのよりは、盤面しっかり強化してっていうことが多いかなと思います。で、まあ最初の方に言ったちょっとフリ対面についてのお話ですね。はい、なんですけど全体除去を有するデッキがめちゃくちゃフリがついちゃいます。はい、なんでかっていうと、チトークンって、まあ、マルフォフ男爵がね、言えば一応リソース補充手段にはなるんですけど、結局手札を入れ替えてるだけっていうのが問題なんですよ。はい、まあそういうのがあって、実は手札増えないっていう、まあ安定度自体は高いんですけど、手札自体は増えないんですよね。で、手札増えないときに相手に全体除去とか打たれちゃうと、まあどうしても立て直しに時間がかかっちゃう。速攻持ちもいませんからね。まあボルダーレンの興奮探しが急にぶん投げてみたいなことはありますけど、速攻持ちのカードもいないってこともあって、まあコントロール絡み、まあそれも全体除去をたくさん入れるようなアゾコン、エスパーコンみたいなところは結構不利がついちゃうのかなっていう印象はあります。はい、ただやっぱり環境に多めのアグロ絡み、特に BO1 に多いアグロ絡みに対してはめちゃくちゃ強いですし、まあ、マルコフ男爵含めてね、ハンコン持ちのやつらで結構戦線維持しながら、まあ、エドガーまで着地できればそれだけでゲームに勝てるっていうことが結構多かったりとかで、はい、まあその辺も含めてすごいいいところはありますし、まあなんとかしてリソース補充の手段っていうのがあればもっと化けるかなっていう印象がありました。個人的にはね、この白母軍団の決闘者がちょっと使いづらいかなっていう気持ちはあるんですけど、まあ本当に社交家ぐらいとしか相性が良くないっていうのも含めて、
なんでなんかこの辺を別のカードに変えればなとは思うんですが、ただ2コスト帯3コスト帯は結構渋滞してる形ではあるので、2コスト帯ぐらいで強い吸血鬼って本当に他にいないんですよ。はい、まあそういうのがあって、まあ強めの吸血鬼はもう1種類ぐらい、特に2コスト行きぐらいの吸血鬼あたりが追加されると結構強いのかなっていう印象はあります。はい、まあどうしてもね、除去の手段だったりとか、まあ税血とかはあったりはしますが、ちょっと使いづらい除去ではあるっていうことも含めて、まあ信用度自体はそんなに高くはないので、除去使うタイミングだけしっかり見極めて動いていってあげればいいのかなと思います。それとまあやっぱりエドガーとかもね、追放されなければ強いんですけど、まあ環境的に追放除去太陽効果だったりとかが多いので、その辺だけ注意はしていてほしいかなと思います。はい、というわけで本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。まあ次回もよろしくお願いします。それでは。